こんにちは。松はいつも一人の松です。プレミアリーグ第4節マンチェスターユナイテッド対ニューカッスルユナイテッドの試合の総括プレビューを行っていきたいなと思います。この試合はですね9月11日、23時キックオフの試合です。こちらのラジオはですねネタバレを大きく含みますので、まだ試合をご覧になられていない方は、先に試合の方を見ていただいて、その後ラジオを聞きに来て、いただければ嬉しいので、そうしていただけると嬉しいです。もちろん先聞いていただいてその後試合見ていただくのも、いいと思うので、ぜひ聞いてください。はい、では早速、総括の方を始めていくんですけれども、まず、ユナイテッドのホームオールドトラッフォードで試合をしました。まずユナイテッド、スールシャルが監督を務めていて、4-2-3-1と、デヘア、右サイドバックがワンビサカ、バランとマグワイのセンターバックコンビ、左サイドバックがルークショーと、でマティッチとポグバのダブルブランチで、右がグリーンウッド、トップ下ブルーの、左がサンチョで、トップがクリスチャーノ・ロナウドと。で、ニューカッスルの方なんですけども、スティーブ・ブルース、監督のもと3-5-2かな、でゴールキーパーウッドマンで、センターバックが、ヘイデン、ラッセルズ・クラークと。で 3-5-2 の右からいきますね、マンキージョ、ウィロック、ロングスタッフで、アルミロン、リッチーと。で2トップがジュエリントンとサン・マキシマンという形で組んできました。で、早速前半から話していくんですけれども、まず10分25秒のシーンですね、左の深い位置でサンチョがボールをうまく、キープしまして、あれほどのキープ力はやっぱりねドリブルのテクニックだったり技術に自信がないとできないことやと思うんですけど、そこからロナウドへとボールを渡り、ロナウドが縦へのドライブをしてシュートをすると、サイドのね、ちょっとあの枠外の方に行ったんですけど、相変わらず期待が持てるパフォーマンスだなと思いました。はい、で次14分30秒、ロナウドとポグバの、パス交換の方でですねちょっとミスがありまして、若干のそのミスかな、でもそういうのがね大きなミスになるので、それがマキシマンのねドリブル、サンマキシマン、ユナイテッドからしたら一番怖かった選手なんですけど、彼のドリブルにつながってしまい、ショートカウンターを食らうと、最終的にシュートまで持っていかれるんですけど、最後打ったのは確か誰やったかな、リッチーやったかな、誰やったかちょっと忘れたんですけど、ごめんなさい、ちょっとそこメモの忘れたね。でもカウンターを食らってしまいました。で次19分のシーンですね、ルークショーの、コーナーキック、左のコーナーキックの方から、バランが反らして、ほぼフリーやったんですけど、それが若干ね枠外に反れてしまうと、惜しかったねあれ。でもセットプレーがね本当ね最近本当ユナイテッドめちゃめちゃいいのでちょっと期待持てましたね。はい、で次27分15秒、朝一の方でですねショーのスローインがあったんですけど、左サイドの方でねユナイテッドの自陣の方ですね、でそれがかっさらわれて、あのブルーノのとこでちょっとこう引っかかったというか、ちょっとタッチが乱れて、でウィロックのシュートに行くと、ああいうシーンは極力ね、なくしていきたいんですけど、珍しくルークショーとブルーノのミスだったので、今までのパフォーマンスからね、もうたくさん助けてもらってチームを勝利に導いてくれてる2人ですから、我慢しましょうっていう感じでした。はい、で29分20秒、左でサンチョのドリブルからですねロナウド、ブルーノと渡って、ミドルシュートというシーンがありました。でなかなかね前半戦こう相手がね、5バックで 5-4-1 っていう形で、守ってきてたので、なかなかこう中央を使いながらこうボールは回せてたんですけど、外っていう中で、たまにマティッチがいい縦パスを通したりとか、ポグバ、ブルーノの連携とかね、そういったところでこう頑張ろうとはしてたんですけど、なかなか、得点を奪うことができず、ちょっと難しいかな前半はと思ってた中、46分30秒、アディショナルタイムですね、右サイドの、グリーンウッドへと、ボールが渡ったシーンでポグバからだったかな、で、切り込んで左足でね、縦じゃなくて左で切り込んで、そのまま左足でシュートして、それが、ゴールキーパーウッドマンがねちょっとこうファンブルというかちょっとこうキャッチすることができずに、そこにしっかりと走り込んでいたクリスチャーノ・ロナウドがゴールを決めるという形で先制しました。
このシーンを見たとき、もうガチで鳥肌が立ちました。あのね、もちろんその抜け目なく動いてたこと自体がすごいんですけど、なんかね、こういろんな感情が出てきて、なんか嬉しさのあまりかな、なんかもう、なんかいい、もうほんまに、なんて言ったらいいか分かんないんですけど、もう言葉が出ないんですけど、もう興奮してたんですよ。なんか興奮してて嬉しくて、もうなんか感慨深いし、なんか大人になったロナウドが、クライベイベーって言われてた、ね、もうロイキーンとかね、もうすごい当時の人らにボロクソってないねんな、もうボロクソのように言われて、ギャリー・ニブルに教えられて、まあ和也さんも言うてましたけども、それからもう成熟して大人になって、もう男前でセクシーな姿になって、まあ当時からはイケメンでしたけど、より成熟した大人になって抜け目ない動きをして得点を取ってくれたと。嬉しかったですね。あのシーンはユナイテッドのサポーターも相当嬉しかったっすよね。だ僕も同様、まあ、ユナイテッドのサポーターですから僕もめちゃめちゃ嬉しかったです。本当にもう来たーって言いたかったけど、さすがに深夜やったんでやめておきました。はい。で、次後半に入っていきます。はい。で、55分10秒のシーンなんですけど、ニューカッスルの方で、まあ、ゴールが決まります。中央のね、アルミロンがですね、まあ、左の、まあ、あれは結構センターサークルに近かったかな、アルミロンがですね、結構、まあ、ドリブルキープをして、縦へとドライブというか、まあ、ドリブルで持ち込んでいって、サンマキシマンに確か渡したかな。でサンマキシマンから、駆け上がってきてたマンキージョへ渡して、まあ、マンキージョがほぼフリーで、逆サイドのネットに、突き刺すようなゴールを起して、まあ、1対1という形になりました。だからちょっと嫌な形で失点したなと。で、それからね、ちょっとあんまり流れも良くなくって、ちょっと難しくなるかな、スールシャル頼むぞ、どうにかしてくれ、頼むからと思ってた瞬間、61分なんですけれども、役者ですね、本当にもう本当に、ルークショーが、左の深い位置からドリブルで、スペースへと走り込むドリブルをしまして、ロナウドがね、ちゃんともう質のもうほんとね、もうお手本のようなね、走り方するんですよ。センターバックからこうちょっと距離を取りながらボールをしっかり受けれるコースとそのスペースを作りながら走り込んで、そらルークショーもパス出すよ、彼があんなスペースを上げてたら。で、まあ、クリスチャン・ロナウドにボールが渡りまして、もう見事なフィニッシュ、相手のゴールキーパーの股を抜くね、もうかっこいいね、もう役者すぎるでしょね。え、もうあのシーン見た瞬間思いましたもん。あ、7番のユニフォーム買おうって、絶対買おう、もうマジで絶対記念になるもんね。持ってる人多いやろうけど、そんな関係ないよね。もう買いに行こう今日。いや今日無理か、うわ仕事終わってから行けるかな、時間間に合うかな。いやもうそんなことはどうでもいいわ。ごめんなさいね。はい。まあこれで、まあ、ロナウドがゴールを決めまして2ゴール目と、なんで2対1という形になりました。で、よし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 っていう感じで、そこからはまあちょくちょくとまあゴールシーンというか、まあシュートシーンも作れたりとか、まあ逆にシュートシーンを作られてしまったりとかっていうシーンが結構あったんですね。で、79分50秒のシーンで、もうね、もう正直言ってね、もうこれはね、この力です、もう本当にもうそうとしか言い切れないんですけど、あのデヘアがですね、キャッチしたボールをパントキックで、もう本当に素晴らしいパントキックしたんですよ。ちょっと珍しいと思ったんですけど、でそれが、まあ、グリーンウッドのがしっかり走り込んでいたんで、まあ、グリーンウッドが、まあ、そのままボールを受け取り、まあ、シザースからねシュートを打とうとしたんですけど、まあ、なかなかコースが出せず、見つからず、まあ、シュートを打たず折り返して、サポートに来ていたポグバだったかな、ポグバへとパスを渡し、中央のブルーノへと渡して、中央のブルーノがもうさすがブルーノ様ですとね、もうそう言わざるを得ない、スーパーなドライブの効いた、もう落ちるようなボールを蹴ってゴールと。あれは興奮しましたね。もうポルトガル人大活躍っていうね、もうほんとで、まあ、これでポグバもアシストがついて、6アシストかな、この時点でね、もう最高でした。で、これで3点目と、でもこれで十分満足してたんですよ。なんですけれども、91分20秒のまだアディショナルタイムなんですけれども、
中央のまたこれポグバが良かったんですけど、ポグバ と、まあ、ファンデベークがワンタッチであれ落としたのも結構効いてたんですけど、まあ、ポグバ、ファンデベーク、そしてマルシャルのスルーが入って、リンガードが綺麗に丁寧に、右足で流し込んで4ゴール目と。いいね、強いね。なんかね、これこそユナイテッドよ。なんかね、もちろんね、今の時代ってやっぱりこう監督の力量って相当重要になってきてますから、スールシャールっていう指揮官に対してその戦術っていう面では多大なる信頼を置いてるわけではないんですけど、こうユナイテッドって昔からまあファーガソンの時代はまああれですけども、こう個でなんかこう解決しきってきたみたいなチームなので、正直ね、もちろん連携の部分で素晴らしいパフォーマンスもしてますよ。なんですけど、なんか最終的に個で解決しちゃってしまうようなスーパーなチームだったので、なんかね、今のタレントって今の現在のスカッとね、なんかね、もう本番もうユナイテッドだなっていう感じなんですよ。なんか昔のユナイテッド見てるみたいな。だってね、カバーにいないんですよ。でラッシュフォードいないんですよ。これにやばいっすよ。でマルシャルは、まあ、確かにもう僕は正直見限ってるんであれなんですけど、まあ、後半から出てくるんであれば、まあ、それをの彼が飲めるんならね、飲めるんであれば、まあ、残してもいいかなと。まあ、スルーはね、確かに息だったので、リンガードのゴールをね、お膳立てしたスルーは素晴らしかったと思うんで、良かったと思いますよ、はい。でまあ、こういった形で試合が終わりまして、試合結果は4対1でユナイテッドが勝利という形で終わりました。まずですね、まあ、ここからまたちょっとまだいろんな話していくんですけれども、まず総評という形で、話していきますね。まず、ダゾーンが始まる、まあ、直前ぐらいから僕もうダゾーン開いてたんですけど、ロナウドの映像が入ってたじゃないですか、開始すぐ。なんかね、感動しましたね。感動したのと同時に、あ、やっぱりこの人は特別やなと。だってこんな映像なかなか作ってもらえないですよ、まあ、他の選手だったら。で彼がどれだけこの世界にフットボールを飛び越えて、世界にどれだけの影響を持ってるかっていうのを示す映像やったと思うので、ちょっと興奮しました、あれは、はい。あれで見れただけでもすごい満足だったんですけど、で、まあ、あとは前半的に言えば、結構こうみんな全選手、ユナイテッドの選手がちょっとこうロナウドを見る傾向がやっぱ強かったなと、うん、まあそれが良くも悪くもあったりはしたんですけど、まあ、見すぎな部分も若干あったかなとは思うんですけど、でも結局2点取ってるんで、もうはい、もう悪いって言った言葉をちょっとこう消したいぐらい、もう、うん、なんかもういいかなっていう感じでした、はい。まあ、基本ね、あんま見すぎるとね、まあ良くないっていうことはないんですけど、まあ、ちょっとそこに頼りきっちゃう部分が出ちゃうので、今回の試合はまあいいですけど、毎試合まあ頼りすぎるのは良くないので、まあでもまあまあまあ、今日はまあ2点決めたんで、まあ、もういいかな。はい。あとちょっとまあ珍しいことがあって、グレイザーが見に来ておりました。なんか久しぶりに見たね、スタンドで見てるグレイザー。ね、ウッドワードの後ろに座ってましたけど。で、ね、僕、ちょっと気になったのは、グレイザーのなんか右隣に座ってた女性がね、なんか年齢いくつぐらいなのなっていう、ちょっとこう若くも見えるし、なんかちょっとこう 3,40 代にも見えるし、なんかそこがちょっとこう気になりました、僕個人的にね、はい。あとはですね、まあ強いて言うなら、まあこの出てるスタメンの中でちょっとこうまだ、うん、どうにかやっぱあれやな、ちょっとこう難しいなって思ったな、ちょっとマティッチの部分で、縦パスとかね、いい時はすごくいいのを出せるんですよ、彼。なんですけど、ちょっとこう、守備へのアタックだったりとか、そういう強度っていう部分で、昔のマティッチにあったものが、やっぱりもう完全にといったらあれですけど、ほぼなくなってきてて、ちょっとこう、相手に、こう、チャンスを作られるシーンがあったので、マティッチの部分で、ちょっとあれはね、ちょっと解決しないとダメですね。やっぱあそこマクトミネの方がいいかもしれないですね、現有戦力だと。ただね、本当はね、デクラン・ライスとかエンディディとか欲しかったんですけど、ネベズとかね、まあ、タイプは違いますけど、やっぱアンカータイプの選手ちょっと欲しかったなとは思うない、まあちょっとパフォーマンスやったかなと思いましたね、はい。まあグレイザーもね、ウッドワードもね、
見てたんで、まあ、あれを見てくれたらね、アンカー冬に補強せよっていうのが分かったと思うんで、補強してくれると思ってます、勝手にね。はい、で次ニューカッスルの方なんですけれども、まあ、さっきも言ったんですけど、守備陣は 5-4-1 になる形で、まあ、スタートは 3-5-2 なんですけど、まあ、ジョエリントンがちょっと左へ降りる感じで、だからサンマキシマンのワントップ、守備陣ね、でサンマキシマンの、まあ、カウンターっていう形を、まあ、基本的にベースで戦っていて、まあ、結構それはしっかりと狙えていたと思います。はい、まあ、サンマキシマンがねちょっと特別なので、ちょっとこう特殊やったのでね、まあ、ユナイテッドからしたら相当怖かったですけど、まあ、しっかりとこう挟んでね、まあ、潰せなかった部分の方がどちらかと目立ってましたけど、まあ、しっかりと、対処はできていたと思うので、まあ、良かったんじゃないかなと思います。はい、あとはですね、まあ、ニューカッスルで言うと、守備ブロックを組むのはもちろんいいんですよ。でサンマキシマンっていう個性を使うことはもちろん当然いいんですけど、もうちょっとやっぱりこう人数をかけて、アタックできるような、まあ、戦力ではないんですけど、もうちょっとこうできる内容はもっとあったと思うんですよ、今のユナイテッドに対してね。まあ例えばそうだな、まあ、5バックにするのはまあ致し方ないとしても、例えば3バックから4バックに変える、まあ可変式にするとか、アレグリがクリスチャーノ・ロナウドを最初指揮してた時にやってた、3バックから4バックに変える、あのダニエル・アウェスを上げて、右のウィングに、ウィングというか右サイドに上げるような形でやってた、なんかああいうちょっとこう可変的なシステムをこうただ単に落として落とすっていう、システムではなくって、ちょっとこう攻撃的にもシフトできるような、せっかくねジョエリントンだったりとかサンマキシマンとか、いいタレントいるんで、まあ、そういったこともちょっとやってほしかったなとは思いましたね。はい、まあちょっとこう、まあ、この試合に関してはもう雰囲気もサポーターのもう歓声ももう全てを含めて、もうクリスチャーノ・ロナウドのための試合で、もうクリスチャーノ・ロナウドだっていう、もう本当にもう感じだったので、まあ、ちょっとね、ニューカッスルからするとちょっと難しい試合だったかもしれないです。で逆にこうね、なんていうかな、おだて役というかね、なんかそういった役割に回りたくはなかったでしょうから、どちらかといったらね、もうこの雰囲気を台無しにするぐらいの、パフォーマンスをしたかったと思うんですけど、ただやっぱりそれにね適したものは1個だけ準備できてても、やっぱ1個だけじゃどうにもできないので、やっぱそこの点で言えば、やっぱちょっとスティーブ・ブルースは、まあ、もうちょっとこう、まあ策というかそういうとこもっと練ってもよかったんじゃないかなとは思いましたね。はい、ということで、今回はねこういった形で終わらせていただけたらなと思うんですけど、まあ MVP というかね、まあ今日の試合に関してはもうクリスチャーノ・ロナウドです。はい、彼しかいないでしょ、もう2ゴール決めて帰ってきたし、この雰囲気やし、選ばないわけにいかない。ただゴールっていう素晴らしさではちょっとブルーノを選びたいんですけど、あと個人的にどうしてもちょっと褒めてあげたいなっていうのはバラン、まあ個人的にっていうかもうみんな褒めてると思うんですけど、やっぱねちょっとユナイテッドに来てパフォーマンスめちゃめちゃいいです。本当にあのレアルマドリード時代だとね、ちょっとこうセルヒオラモスがいなかったりするとちょっとパフォーマンス安定しなかったりしてたんですけど、でもあのでもあもってないねな、でもあのマグワイアがいるとやっぱ安定しますし、だからマグワイアがいなくなって、まあ、バイリーかリンデロフかと組むってなった時の、まあ、彼のパフォーマンスがどうなのかっていうのが、まあ、僕は一番見てみたいっていうシーンではあるんですけど、ただ基本はこの2人がメインになってくると思うんで、今日のパフォーマンスに関しては、ラファエル・バランは本当に素晴らしかったと思います。はい、ということで、マンチェスターユナイテッドのね、プレミアリーグ第4節、マンチェスターユナイテッド対ニューカッスルの試合を、総括プレビューさせていただきました。まあ、皆さん、いろんな意見とかね、まあ、特にユナイテッドのサポーターは、最高の興奮があったと思うんですけれども、まあ、その興奮だったりの、コメントをいただければ嬉しいですし、そういったことをねユナイテッドサポーターの方々と、まあ、共有したいですし、逆にこう違うサポーターの方々から見て、この試合見られた方がいらっしゃったら、どういう印象だったのかっていうのを、まあ、聞かせていただけたらなと思うので、ぜひコメントいただければ嬉しいです。ぜひ最後にチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。